頑張ろう石巻。宮城県石巻市の矢川浜周辺で地元の漁師とボランティアがホヤの養殖作業を進めています。サメの浦湾で行うホヤの養殖が地域の主な産業でしたが、去年の震災による津波で町の集落も養殖施設なども流されてしまいました。養殖再開に向けて人手が足りない中、ボランティアが継続的に漁師たちを支援しています。震災前であればですね、家族とそれから何人かのお手伝いさんでやってたんですが、養殖施設がですね全部破壊されましたので、こちらの牡蠣の殻の方の選別がどうしても手遅れになっておりますので、選別を手伝ってもらっているような状態です。生活の基盤としてやってましたもんですから、ですからどうしてもですねこのホヤで、今後も生計をですね立てていきたいと思っております。一般の方来ると、道路もこう治ってきたり、いろんな、瓦礫もなくなって、もうボランティアさんの手伝いいらないんじゃないかって見るのが一般的なんですが、我々はまだまだやっぱり、そうですね、おっしゃった通りに欲しいところなんです。そうですね。ですから、伝えてもらって、いいですか。はい。Yeah, so he was saying that the most of the volunteers like ボランティアには海外から継続的に参加する人もいます。オーストラリアから来ているポールさんもその一人です。I first came over in April last year, 3 weeks after the tsunami. I wanted to help, and then I came back again in August.of 2011, did it again, and in January this year, in the middle of winter, snowing again, and now August, fourth time. But it's very different now. It's changed to more of community-based activities, helping the fishermen today. But last time it was building community gardens, so it's more interaction with the local people now.As opposed to last year where it was really, you know, physically assisting to clean up the mess really. They're very, obviously very grateful to have volunteers helping them, but from my point of view and the other volunteers, it's a tremendous learning experience for us to learn what they went through here and how they're planning to recover. It's going to take quite some time, but...みんな津波で全部流されてね、ね、何も一銭もないとこからさ、また7000万も失敗したんで、戻るの大変だ。うん。ねえ、早速食べてもらえる？あれ、そう。お待つ？うん。はい。はい。何16メートルの波ですよ。ここのね、波が一番高いの、津波で。ここが一番高いの。すごい力だよ。バリバリ打てなんかバリバリバリ、みんな壊すんだよ。うん、あっという間だ。だからちょっと逃げ降りた人ね、23人バズで持ってくる。交番の名車はリフト2台と、あと乗用車だの、なんか置いてあったの。それ隣で持ってかれた。ロープなんか、こんなロープなんかね、うちの倉庫3つあったの。その倉庫でいっぱい入ってたの、ロープ。それでもどこ行ったんだか。ああいうな津波したらね、The recovery here is going to take a long time, and the Japanese people are going to need ongoing support, not only financially but morally as well. That's one of the reasons why I'm perhaps here, just trying to show people that the rest of the world does care, and that we will continue to help Tohoku with its recovery over time.これその3月までガレージの撤去だのってある程度収入はあったんですよね。4月以降は全然そういうものないから、収入っていうのは全然ないわけです。私は、ね、年金もらってから本当にね、スズメの涙ほど年金で生活してやらないと。今は最低限の日本のホヤダニの生産量を日本一にするために今頑張っているんですね。9月にこれを谷継いだ水を分散して海に入れるわけなんですが、
多分これだって何年で一番出荷できると思いますね。例年だと3年かかるんです。遺産が豊富だから育ちが早いですね。浜で水揚げするとき食べたホヤが一番おいしい。あといろいろ加工品が出てきてもね、ホヤの燻製だのね、あと塩辛、ここの矢川のホヤが日本で一番おいしいから、ぜひ皆さん食べてください。お願いします。